ニトロソニウムイオンは化学式脳と表されるオキシュカチオンである。ニトロシルカチオンと呼ばれることもある。窒素原子と酸素原子は結合次数3で共有結合しており、全体的に静電化を帯びている。このイオンは COO や N2 と等電子的である。脳は脳黒4、脳素 4H、ナブフ4のような塩として存在する。黒4体は BF4 タイトの塩はアセトニトリルにわずかに溶ける。ナブフ4は200摂氏250度0.01水銀中ミリメートルで消化によって生成することができる。脳は酸性条件下、アショウ酸との平行にある。ただし、アショウ酸は不安定であるため、脳プラスを発生させる目的には通常、アショウ酸塩やアショウ酸エステルが用いられる。脳は水と 直ちに反応して、アショウ酸を生じる。このために、ナブフイオンは水、または湿った空気から保護されなければならない。塩基との反応ではアショウ酸塩が生じる。ニトロソニウムとアニリンからジアゾニウム塩が生じる反応。脳はアリールアミンアーン2と反応して、ジアゾニウムイオンアーン2を与える。結果として生じるジアゾニウムとは、アミの元と違い。 いろいろな嗅覚剤によって容易に脱離反応を起こす。脳、例えばナブフ4は強い酸化剤である。気体の副生物である脳は反応で使用する窒素気流で取り除くことができるため、ナブフ4は便利な酸化剤である。脳は空気と接触すると直ちに脳2となり、これが取り除かれないと余計な反応を引き起こすことがある。脳2は その特徴的なオレンジ色のためにすぐに発見できる。電子豊富なアレーンはナブフ4によってニトロシル化される。例としてアニソールのニトロシル化が挙げられる。ニトロソニウムイオン脳はニトロ化反応の活性種であるニトロニウムイオン脳にと混同される場合がある。しかし、これらは全く異なる化学種である。前者が弱酸、後者が 共産に由来するという事実によって予想されるように、脳には脳より強力な旧電子材である。ナブフ4はいくつかの金属カルボニルと反応して、代用する金属にトロシルを与える。脳による排出管反応の際は空気による酸化に注意しなければならない。ありがとうございます。